井上サンタ、井上サンタ、本名、井上サンタ、1968年2月23日帯は、キング・オブ・ストリート・コミックの異名を持つ日本の漫画家、ファッションブランドサンタスティック、ウェアのデザイナー、経営者、サンタスティック、CEO、フランスのパリ出身。9歳までパリで育ち、時々帰る日本の漫画の影響を受け漫画家を、志す。 1989年、マーダで、ヤングサンデー新人賞を受賞しデビュー。松本太陽とはいとこで、英福一世と共に三人で共同生活をしていた時期がある。漫画道の愛読者。1993年に、ジック出版局より出版された、東京ドライブから始まる TT シリーズは、自身のラフワークになっており、現在も世界観のつながった新作を書いている。 2017年末にアメリカの LA へ移住し、現地で活動している。その自身の LA 生活を描いたコラム漫画 LA ライフを電子配信にて連載中。アメリカ西海岸を中心に配布されているフリーペーパー、ウィークリーラララにても週刊連載中である。最新作は別冊ヤングチャンピオン、秋田書店にて連載されている。 東京トライブシリーズの最新作、トキオトライブワル。単行本は第2巻まで出版されている。代表作、東京トライブにはファッション誌、ボーンにて1997年から2005年まで9年間連載され、2006年にマドハウスによってアニメ化ワウワウにて放送された。DVD も発売されている。東京トライブには海外での人気も高く、 香港、台湾、アメリカ、フランス、スペイン、イタリアでも出版されている。また、東京トライブには、実写映画も2014年夏に、全国公開された。その後、アザーストーリーを集めた、東京トライブにスピノフも2007年に単行本化。同年ファッション誌、リーにて、レードバックした、東京の街を描いた、東京バーガーを、連載、2008年に単行本化。 東京トライブシリーズの最新作となる、東京トライブさんはファッション誌、リーにて連載され、2009年単行本化。連載は2012年に終了。単行本も5巻で完結。また、TT シリーズと同じ世界観で描かれた、グラフィティライター肌株とももこのラブストーリー、東京グラフィティは、週刊ヤングジャンプ、ヤングジャンプ漫画ワに掲載され、2003年に単行。 1> 本一巻、2007年に2巻が出版された。東京ドライブ2の猿のメンバーが夜の東京をドライブする東京ドライブも週刊ヤングマガジンに掲載され、2005年に単行本化された。1994年からコミックスコラにて連載されたサイコホラー隣人13号はコミックスコラの休刊により連載が中断されたものの、 その後も自身でネット上で続きを掲載。1999年に、検頭者から単行本化され、2005年には、小栗旬、中村指導の W 主演により映画化され劇場公開、DVD 化される。現在、検頭者から漫画文庫版も発売されている。さらに、米国の制作会社、ディスタントホライゾンによる、ハリウッドリメイクも決定。 ジェームズ・ウォン監督で制作準備中、月刊コミックバーズにて2009年より連載されていたランダ・バーバリアンは2012年に連載終了、単行本も2巻で完結。東京ドライブシリーズとは異なる原始時代のストーリーを描いた。井上サンタの作品の中でも異彩を放つのが別冊ヤングチャンピオン秋田書店にて連載され、単行本1。 2巻が発売中のモテスケ。この作品はこれまでの若者のストリートの世界を抜け出し、40歳の既婚の映画ライターを主人公にした大人の恋愛漫画になっている。浮気したい、黒ギャルとエッチしたいといったような男子の欲望を包み隠さず描き、どうやって女の子に声をかけるのか、ラブホに誘い込むのかといったような具体的なテーマを井上成に描いている。 トークアプリ LINE のスタンプも、自身に描き、おろしの、東京トライブと、熊、ふとくんが発売中。YouTube で、映像、サンタスティック、TV をアップしている。2010年5月には、渋谷パルコのパルコファクトリーにて、古典、井上サンタ展を開催。2017年12月には、香港の DOTDOTDOT ギャラリーでも、古典、 三体脳へエキシビションを開催。本業の漫画界以外にも活動は多岐にわたり、G ペン名義で、スチャダラパー指導の下、楽曲を鬼デカサイズを制作。ビートは、ミツザビート、YouTube で公開されている PV には、スチャダラパヤヤッピー、根本隆スケートスイング、河村康介、BD など豪華メンツが、仮面を出演している。 2013年6月にはスチャダラパーノノーンで行われたワンマンライブに登場しステージデビューを飾った。モアリズムのグロリアスラブを使用したこの瞬間の PV も YouTube で公開中。この瞬間の PV にはモデルの星あが起用されている。自身のブラックミュージックに対する深い造形から DJ としてクラブイベントにも参加、イベントサルナイトも主催。 自身の好きなニュージャックスウィングの楽曲をコンパイルした CD d i v i n ィ With My Home ー i ル s Universal Music を現在までに2枚リリースしている CD ジャケットのアートワークも多く手掛けこれまでに The L.A. Soul やスチャダラッパーホルダーのジャケットなどを手掛けているその他アートワークとしてラッパー TI の日本のプロモーション用イラスト エグザイルのエキシビション用イラストなどを手掛けた。また、タワーレコードのキャンペーンノーミュージック、ノーライフにデブラージと共に出演したこともある。ムック本として、サムライマガジン VS、井上サンタ、サンタスティック、マガジンサルが出版されている。単行本サイン会のツアー T シャツを制作したことから、始まった、井上サンタプロデュースのウェアブランド、サンタスティックは2002年に、 渋谷にフラッグシップストアをオープンし、現在も営業中。全国にもディーラーを有している。またコラボレーションも精力的にこなし、これまでにニューエラやアディダス、カーハート、アビスーデニム、メデコムトイズ、モンチッチ、ロックスターゲームズなどとのコラボレーションアイテムを発表している。またアーティストのコス、マイケル・ラウが東京ドライブ2のキャラクターを使用し、 フィギュアを制作している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。